そのツイッターのアカウントをまた開きました。で、結局まあアカウント、あ、じゃあツイッターっていうとこはまあ練習するのかなりよくて、それは何かと、まあ弁論武道、もう練習場として考えてください。ツイッターはあそこで結論出ません。結論の後に反論が出ます。で、ぐるぐるぐるその弁舌だけでそれ連結されたって、それがツイッターって意味なんですけどね。実は弁論がずっと連結して終わらない世界で、決して結論が出ない世界、そのことをツイッターって言うんです。実はだからもちろんツイッターは利用価値があります。弁論のことの練習、そして何をやっとんやっても監視するために皆さんツイッター使ってください。使っても練習する必要ないときは練習してないこと、余計なこと書かないこと、言わないこと、それぐらいなら他のやつが別のやつに一体どういったことに関してどういう表現で何を伝えようとしているか、その伝えようとしている内容とそれを伝えようとするための表現が本当にふさわしいかとか正しいかとか一致しているかとか、そのあるいは適切な、本当にそのベクトルに向かっているのか、別のベクトルを向いていないかとか、そういったことを、ね、観察してください。で、じゃあ観察したら自分もちょっとやってみたくなるんですよ。そういう練習ももちろんツイッターでやってください。で、そして本当に皆さんがシュートを打ちたいとき、シュートを打ちたいときは別の SNS を使う。どういうことかと言いますと、そしてパス回しとかね、球回しとか、中盤の球の奪い合いとか、そういったことはツイッターで非常に練習できます。ということです。